さんこんにちは。日本すっぴん協会の佐々木です。今回は私が愛用しているプチプラなのにめちゃくちゃ優秀な美容ツールをご紹介したいと思います。で、今回ご紹介するのはスポンジと、あとコットン、あとファンデーションブラシになります。今日ご紹介する中で一番高いのがこのファンデーションブラシになるんですが、それでも税込み1000円しないお値段なので、皆さんにもお試しいただきやすいものをご紹介できるかなと思っています。で、今回ご紹介するのは全てロージーローザというブランドのものになります。で、なんか普段日常の中で何気なく使っていて、これすごい使い心地がいいなと思うものを集めてみたら、たまたま全部ロージーローザだったので、今回ロージーローザ縛りでご紹介をしたいと思います。では早速ご紹介をしていきたいと思います。一つ目にご紹介したいのがこちら、シフォンタッチスポンジ N ダイヤ型です。で、こちら見ていただくと分かると思うんですが、すごく大きくて肉厚でふわふわのスポンジになります。で、これが私がすごく気に入っているのは、とにかく肌当たりが優しくて心地がいいというポイントで、スポンジによってはちょっとその肌がカサッとするなとか、ちょっとこう刺激を感じるようなものもあったりするんですが、これは肌に当てた時の不快感が一切なくて、それどころか当てたいと思うぐらい本当に心地がいい、肌当たりがいいスポンジになります。で、私はファンデーションを塗った後に余分な油分を取って、ファンデーションをピタッとお肌に密着させるために、上からこう叩き込むためにこのスポンジを使っています。もちろん普通のスポンジとして使えるので、パウダリーファンデーションの場合は直接ファンデーションをこちらに取っていただいて、お肌の上を滑らせるように塗っていただければと思います。で、水割りでも使えるので、水割りの場合は固く水を絞ってから同じように使っていただければと思います。で、最後にポン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 と叩き込むようにすると、透明感が出るそうです。で、こちらの吸収性が高いので、リキッドやクリームファンデーションをこう直接つけてしまうとスポンジに吸収されてしまうので、リキッドなどを使う方はお肌にのせてからこちらで伸ばしていただくようにするといいかなと思います。とにかく使い心地がいいスポンジになっているので、皆さんにもこの心地よさをぜひ体験していただきたいなと思っています。続いてご紹介したいのがこちら、ロージーローザ大きめコットン72枚入りになります。これは初めて使った時にすごく感動して、それからずっとリピートをしているコットンで、もう多分5、6個目ぐらいになります。私は結構毎日コットンを使うので、肌当たりが悪かったりとか、ちょっと痛いなとか、あと毛羽だったりするものだとやっぱちょっと使いづらいなと思ってしまうんですが、これはもう本当に肌当たりもいいし優しいし、あと毛羽立ちなども一切ないので、本当に使いやすくて使い心地のいいコットンになってます。大判タイプになるので結構大きめのサイズになります。で、この大きいサイズが私はすごく使いやすいなと思っているので、ここにたっぷり染み込ませていつも使っています。普段ただただ使い心地がいいなと思って使っていたんですけど、今回ご紹介するにあたっていろいろ調べてみたら、なるほど、だから良かったのかという情報がいっぱい出てきたので、詳しくご紹介したいと思います。こちらのコットンは繊維製品の国際規格であるエコテックススタンダード100の最も厳しい条件、製品クラス I 乳幼児用製品をクリアしているもので、赤ちゃんのお肌にも使える安全性が認められているものになるそうです。柔らかさと滑らかさにこだわって厳選した原料をこう何層にも重ねているんですが、綿本来の柔らかさを保つために接着剤は使わずに水の力で圧縮固定をしているそうです。なのでこれぐらい使い心地の柔らかい滑らかなコットンが実現しているということでした。本当にコットンに迷っている方にはぜひ一回試していただきたい。この化粧水をつけた後のこの肌当たりの心地よさをぜひ一度味わっていただければなと思っています。で、最後にご紹介するのがこちら、パーフェクトポアカバーブラシです。
こちらはリキッドでもパウダリーでもどちらでも使える両用のメイクブラシになっています。こちら見ていただくと分かるかなと思うんですが、極細毛が本当にたっぷり使用されてます。でこの濃密な極細毛がお肌にピタッと密着してムラなくファンデーションを仕上げてくれるようなブラシになっています。毛穴のカバーもできますし、自然なツヤ感も演出してくれるブラシになっています。でさらにこのカーブを見ていただきたいんですが、このカーブがあることによって余分な力をかけずにファンデーションが伸ばせるので、均一にファンデーションが伸ばせるそうです。で小鼻周りなど気になるところはポン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 と叩き込むようにして塗っていただくと綺麗にカバーすることができるそうです。私これまでファンデーションブラシってあまり使ってこなかったんですが、同じファンデーションを塗っていてもブラシを使うだけでこんなに仕上がりが変わるんだという感動を味わったのがこのファンデーションブラシでした。これも税込みで1000円しなかった950円ぐらいのものになるので、ぜひファンデーションブラシ使ってみたいなという方はお試しいただければと思います。全然やっぱり通常使うと手で伸ばしているのとは違う仕上がりになるかなと思うので、ぜひチェックをしてみてください。私はファンデーションをお肌に置いたらこのブラシで伸ばして、で最後にこのスポンジで叩き込んでフィックスさせるというふうにしています。以上3つが私が普段愛用しているロージーローザの美容ツールになります。ビューティーツールのブランドさんなので、これ以外にも本当にたくさん数がありまして、コットンだけでもすごい種類があるんですよ。なのでぜひぜひ皆さん普段お使いのツール迷っている方はチェックをしていただければなと思います。この動画が面白かった、参考になったという方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。